男子 400m ハードル競走予選は第2組です。第2レーン松下由紀君、チーム水のアスペック。第3レーン橋本隆之君、日本大学。第4レーン木野智春君、東方銀行。第5レーン立野哲也君、日立三機。第6レーン笛木康弘君、チームアイマ。第7レーン井手浦紀之君、クレーマー TC。 第8レーン山田敦史君、東海大学。以上の7名の出場です。予選は第2組のスタートです。この間に円盤投げ群馬総合ガードの堤君、 55m89 トップに立っています。その前、中京大学の湯上君は 50m78。 続いての投擲、東海大学の中塚君です。5レーンは立野哲也君、日立さん。2着山田敦史君、東海大学、50秒52。3着笛木康弘君、チームアイマ、50秒80。